こんにちは、アレスアーサナルフットボールクラブコーチの斉田です、今回は、簡単にできる、体幹をメインとした筋トレということで、下半身を中心にやりたいと思います。一つ目は、普通にスクワットですね。普通に肩幅ぐらいに開いてもらって、つま先は正面、このまま、腰に手を当てたり前に手を出したりして、スクワットやります。だいたい、つま先から膝が前に出すぎないように、しっかりお尻を落として、これをみんな時間計ってもらって、30秒やります。30秒終わったら次はサイドラウンジ、片方出して片方側に、負荷をかける。これを、交互の動きを30秒やります。でこの時もしっかりお尻が外に出るよう、つま先がこういう風に開かないようにしっかりお尻でキープします。これを、30秒あるいは、じっくり、15回ゆっくり負荷をかけます。そしたら今度は、後ろ、足を後ろに出してランジ、反対も、この時も上体がこういう風にぶれたりしないようにしっかり、この時もお腹に力を入れてぶれないように下げます。これも、30秒あるいは15回、16回やってもらって、そしたら今度は、片足ずついきます。で、前、右、後ろ、反対で前、左、後ろ、今度これも同じように、30秒か15回16回ずつやってください。で、一個一個、しっかりレスト取ってもらって構わないので、一個一個丁寧にやってもらえるとしっかり効果が出ると思います。で、これを、大体2セットから、3セットやってもらうとすごいお尻が刺激入っていい感じになると思うので、その 2,3 セットやった後に最後締めとして、ジャンプスクワットを10回、20回、30回をやってもらって1セットになると思います。ジャンプスクワットはしっかりこの状態から飛んで、こいで1、1回1回しっかり止まって、これを最後にやってもらって、終わりです。しっかりね、お尻に刺激が入ると思うので、ぜひやってみてください。以上です。